ミサイルのシャワーぐらいでビビるな。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、宇宙世紀のモビルスーツを、バンダイさんのハイグレードな技術で再現しているプラモデルシリーズなんどすえ。ジムカイトは、オリジナルビデオアニメ、機動戦士ガンダム0083、スターダストメモリーに登場する、地球連邦軍の量産型モビルスーツである。早い話がただのジムの改良機、角張った頭部と、十字マークを省略したシールドが特徴的な、ジムとジム2の間をつなぐ機体なのですよん。そもそも、モデルグラフィックス誌に掲載された、カトキはじめ篠田光が元デザインなわけでして、当時は、カトキ版ジムとして大人気。デザイン上はジムの改良型というより、カトキ版ガンダムの延長線上にあるのだよん。でもって、スターダストメモリーが制作されるにあたり、カトキはじめ氏によってデザインが手直しされたわけなんどすえ。スターダストメモリー自体が、ファーストガンダムの時代から、ゼータガンダムの時代へ移るカトキに起こった事件のお話だからして、まさに、カトキなジムなのでありんすよ。しかーし、一年戦争を題材にした外伝作品には、似ている機体がちらほら登場するのよ。まいったねー。しかも、ガノタですら困惑する、よもすえな後付け設定のオンパレードがわけわかめ。まあ、ファーストガンダムのジムにパイロットを乗せるよりは、ジム界に乗せた方が受けがいいのはわかるのだけどもね。後付け設定の解説を読むより、当時のモデルグラフィックス、1990年5月号と7月号を読んだ方が、モデラーならばスッキリするのでございます。かなりプレミアついてっけどね。スターダストメモリーの劇中では、トリントン基地所属、サウスバニング隊の機体が序盤で活躍したのよねん。ジオン残党のザメルとの相打ちのシーンが印象的だったものですよん。でも、当時は、ジム界やザメルは残念ながらキット化されず、そのシーンを再現するために、すんげー高い瓦礫をファンは購入した問題。すまん、俺わかってねえ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのジム界は、シリーズ113作目のキットとして、2010年2200円で発売されたのでござんすよ。2006年に発売されたパワードジムのパーツを流用したキットのため、基本構造にやや古臭い部分があるのだけどね。それでも、1990年のあの熱い時代にこのキットがあったなら、おそらく、我を忘れて爆買いしたに違えねえ。当時を経験したモデグラ派のモデラーならば、少なくとも2、3個は必ず買ってるはずのキットなのですよん。その通り。アニメの設定とは違い、後発のパワードジムのバリエーションキットのため、やや、プロポーションに違和感があるのが難点のドアメベロリンチョ。しかしながら、あくまでもジムのバリエーションとして見ればスタイルの良い良作。間違っても、過渡期版のデザインはこんなんじゃありやせん。武器は、パワードと同様のブルパップマシンガンに、グリップが稼働するハイパーバズーカ。相変わらず手首でグラグラするのが玉に傷。ビームサーベルもパワードと同様に一本付属。ただし、キブしかついてねえのよなんだこれ？パワードについていたクリアピンク成形のビームの刃はついてないのよね。エセヌ。あとはシールド、マシンガンやバズーカ用の持ち手は ABS 製で、ビームサーベル用の持ち手は右手のみ付属するのだよ。さらに、このキットのオリジナル要素として、新規造形の左右の拳と平手がつきまする。これは、ABS 製ではなくプラ製でして、パワードジムのバリエーションキット用にストックしておきたい優れもの。色味が若干違うものの、塗装が容易な分、使い勝手の良さが比較にならないのですよ。パないねえ。変更点としては、肩の関節が新規のパーツに変更されたのよん。何気にパワードで使用したパーツもついてるのが意味不。間違えると肩の位置が変わるんで注意が必要なんどすえ。その他、アクションベース1用のアタッチメントが付属。このサイズのキットが通常使用するアクションベース2は、アタッチメントなしで取り付け可能なのですよん。ざっくり言えば、パワードジムのバリエーションなどで使える、新規のハンドパーツが付いてる点がポイント。気になる点は、クリアピンク成形のビームの刃が付いてない点なのですよん。マスターグレードのジム界では、過渡期版ガンダムとの2個位置が流行ったものよのう。このキットも素材として見れば1200円は安い買い物。昔の過渡期版が大好物のモデラーには、まさに、うってつけの商品なのだー。おすすめ。